はい、ドリームドアのサムリハラです。今回アンダースロー塾に五関さんがご参加くださいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、本日は五関さんと一緒にアンダースローの練習をしていきたいと思います。ドリームドア点になる位置で固定して、その腰を落とします。はい、この時腰を落とすときに真下に落とすと膝がこう前に出たら、お尻を引いて、でこの姿勢から前後にちょっとこう動きやすいので、しっかりこの高さを変えずに前後に動いて、はい、で押していただいて、で棒がちょっと点に自分からなるように、それで前後に一回動いてみましょう。はい、前5、6、7、8、9、10。 OK です。でもこっから動けないの。本当のトレーニング。あ、そうですね、やっぱりトレーニングなので、これはトレーニングということで、これ後々その練習していくときにこの動きが大事になってきたりとか、その時に、あの時の感じかなっていうのを思い出していただければいいかなと思います。いきます、せーの、1、2、3。たまたまです。いや、ナイスボールですよ。ドリームドア。はい、スローです。五関さんは現在48歳で現役を続けられているということで、本当に素晴らしいなと思います。今回はアンダースローではなくサイドスローで見てほしいとのことです。フォームの中で特に気になったのが、トップからリリースに向かうまでの間で肘の角度が広いまま進んでしまっているというとこですね。腕に遠心力が大きくかかってしまってボールが抜けてしまったり、肩肘の負担も大きくなったりしてしまうので、シナリオをうまく使うためにもここの肘の角度っていうのを気にしてやっていきたいなと思います。イップスであったりとか、ちょっと感覚がわからないなっていう方で多いのが、押し出すように投げてしまうのがあるんですね。その上投げの時もそうかもしれないです、コントロールよく投げたいからこういうちょっとダーツじゃないですけど、こんなイメージになってしまうことがあって、でやっぱりこのスナップスローをやるメリットとして、リリースポイントの確認になるんですね。スナップスローってそのリリースポイントの場所をめがけて一発でこう弾くような投げ方をするので、ちょっとそれで感覚がリリースポイントが分かってくると、その後のピッチングフォームの中でそのリリースポイントがここだなっていうのが分かって、そこで弾くようになると大体コントロールでまとまってくるので、スナップスローをするにあたってこのテイクバックで上がってきたところのボールの位置っていうのが結構重要になるんですね。このボールの位置っていうのが、肘よりもポンと絶対ひならなくなってしまうので、必ず90度もしくは内側、ここを通って投げていく、これが大事になってきます。でやっていただきたいのがこのカウボーイ投げ、こういうセーフ劇であるようなこのカウボーイの投げ方をするんですけれども、足は固定でいいです、足は2つで正面に向いてもらって、カーボーイみたいな感じで、必ず内を通ってくる、顔の近くで、そのタイミングを見計らって1、2、3、で黄色い的をめがけてちょっと投げていただきたいです。で最初はもうバラバラになっちゃってもいいので、しっかり内側を通ってリリースポイントで弾く、大体この辺ですから、リリースポイントを通って弾く、この感覚をちょっと養えたらいいなと思います。
まあ、ちょっとどうしてもこう起き起きにしながら、はい、まあ、怖がらずに弾いたというか、はい、もう怖がらずに今ちょっと引っ掛け気味がちょっと多いですね、はい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 、やっぱり引っ掛け気味が多いっていうのはここで調節しようと思ってる証拠なんですよ。あ、はい、でむしろここが意識できて意識されてないと抜けが多くなるんですよ、はいはいはい、今見てると全体的に引っ掛かり方向が多いので、おそらく意識してなかったとしても最終的にどっかしらで手首でおいっていうこの意識があるので引っかかっちゃうんですよ、はいはいはい、じゃあちょっと今近めでやってるんですけど、はい、1個距離伸ばします、はい、今ちょっと距離を伸ばしました、まあ、距離が伸びたってことは力がもっと強くないと届かなくなってしまうので、そこで先に減速したりするとおそらくワンバンとかになっちゃう、はいはい、しっかりもう本当に怖がらずにまずはしっかり届かせる、はい、届かせるのも大事にしつつ、もう加速するところでしっかり加速して弾きに行く、はい、でもブレたらもうそれはしょうがないんで、はい、まずはしっかり強く投げていく、はい、強く強く、ちょっと押し出しちゃってますね。あー、こう強く、そうですそうです、今ぐらいいい感じですね。で今と形は似てるんですけど、はい、今こうやってリズムを取って投げてたじゃないですか、はい、次はもうリズムなしでいくんですよ。こうやって、まあ、整体して、はい、この近くにいるところから、まあ、こう回ってたところ、はい、このスタートで1でいきます。1 自分のリリースポイント、さっきやったところ、はい、ここら辺を意識して弾くイメージで投げていって、これをやってみましょうか。次はステップ入れていきます。でステップって言ってもこのピッチャーでこうしっかりやるんじゃなくて、はい、今こうやって整体して、まあ、こういうゼロのポジションにいたと思うんですけど、ここから足を踏み出していって投げます。ここから足を踏み出していって投げます。でこれもどん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 勢いが突き出していくので、はい、今度はこの勢いを利用して加速させてあげる、はい、上半身だけじゃなくてスピードに体を預けてあげてサッと投げます。はじ、い、く、はい、OK です。ドリームドア、はい、練習後のスローになります。今回の練習ではスナップスローをメインに取り扱いました。イップスも持っているということでしたので、コントロールはあまり気にせずにリリースポイントだけメインでやっていきましたが、練習前と比べるとこのリリースポイントの瞬間の力の入り具合っていうのが大きく変わったかなと思います。ただここの肘の角度、どうしてもまだちょっと広い傾向にありますので、ここがもう少し頭の方にボールが寄っていくとよりしなりを使って投げれるのではないかなと思います。やはり自分の癖っていうのはなかなか抜けないので、長いスパンで継続的に練習をしていただくと大きく変化が出てくるのではないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。ドリームドアの室内練習場は JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある街並みを抜けていくと左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。
設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で製作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が 4万5000円からとリーズナブルなのも魅力です。興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたご会いしましょう。